AFN、AFN、AFN AF AF、米軍放送網は、世界各地の米軍が駐留する地に設けられた、基地関係者とその家族向けのラテ県営放送局、ラジオ部門、テレビ部門、ニュース制作部門の3つからなるであり、米軍の商標である。日本でのサービスは、1997年まで FEN、極東放送網と呼ばれていた。AFN の任務は、 海外基地在住の軍人軍族とその家族向きへ、テレビとラジオと通じて、情報やエンターテイメントの提供であり、モットーは、We Bring You Home。日本では、AFN 三沢、AFN 東京、AFN 岩国、AFN 佐世保、AFN 沖縄がある。原則として、日本標準時午前0時を起点にして、毎日24時間英語による放送が行われている。 AFN を含む在日米軍の無線局はすべて日米地位協定に基づき電波法の適用対象外である。AFN の場合はアメリカ国防総省下のドマ国防メディア拠点メリーランド州に管理されているため日本の総務大臣または総合通信局長沖縄総合通信事務所長を含むからの免許やコールサインを持たない。放送を行うのは ティンホース、国防情報学校、メリーランド州ジョージ・ジー・ミード基地の教育課程を終了したブロードキャストジャーナリストと呼ばれる、歌手間、兵卒の現役軍人が中心で、彼らの陛下は、広報課、陸軍、空軍、海兵隊、MC、報道員、海軍のみである。1942年5月に、アメリカ軍直営のラジオ局、a f ー s ザー,アームドフォーセスラジオサービスがアラスカ巡州のコディアック島に開局。その後、各地で兵士や兵士の家族向けに放送をするつぼねが開局。兵士向けの野戦局は送信機、コンソール、レコード一箱という機材構成だったと言われている。1945年7月、アメリカ軍の占領下にあった沖縄に AFRS が開局する。第二次世界大戦末期。 a f ー s が連合国軍の支配下にある島々の日本軍に対して抵抗を止めて降伏するよう勧告する放送を行う。また同様の告知は日本軍のいる島々に偵察機からビラを撒くという形でも行われる。戦後占領期に入った同年9月12日、米軍が NHK 東京放送会館の一部を接収して WVTR を開局。 AFN 東京の原型となる。1952年、講和成立、占領解除まで継続した。午前6時30分から午後11時30分までの、英語放送が始まり、WVTR 東京、WVTM マニラ、ワッキーベップ、WVTX 大島、ワルカカノヤ、WLKH コクラ、WLK 海熊本、WLKB ダイブ、 WXLH 沖縄、WVTQ 大阪、WLKD 札幌、ワベとサセイワック仙台、WVTP ソウル、WLKC 富山の各局が整う。後に FEN、ファーイーストネットワーク、極東放送網、FEN。一般には、フェンとも呼ばれたと解明される。1953年9月までに、 FEN のスタジオはすべて米軍基地内に移り、1955年12月には沖縄でテレビ放送を開始した。これは沖縄テレビ放送の開局より4年早い。1959年に FEN は新潟に新たに開局。日本国内に休局ができる。その後、拡大縮小が相次ぐが FEN として日本各地で放送を行う。 1973年から1979年頃、関東平野が衆国空軍施設整備、統合計画、KPCP、通称、関東計画に基づく埼玉県朝霞市の、キャンプドレーク、米軍朝霞キャンプ返還に伴い当時のフェントキオは、横田基地に移転。しかし、和光市南地区内のラジオ放送用送信アンテナと、付随施設及び土地は返還されず、 現在も使用され続けている。1997年 AFN に改称。2004年9月15日テレビ放送を AFN プライム、AFN スペクトラム、AFN ニュース、AFN スポーツ、AFN ムービー、AFN ファミリーの6チャンネル制へと変更。沖縄で放送されている、軍基地外でも映るヤンネルは AFN プライムへ名称変更。 AFN スペクトラム AFN ムービーは1997年から続いているためロゴの変更のみ、AFN ニュース AFN スポーツはもともと AFN ニューススポーツだったものが、そぞれ分離、AFN ファミリーは新たに開設。2006年1月から6月にかけ、AFN 東京は埼玉県和光市にあるラジオ放送用の送信アンテナ2本を建て替える。9月1日、 AFN 東京は平成18年度東京都足立区合同総合防災訓練の一環として東京都との協定に基づき英語による地震情報をラジオで放送した。以後、毎年東京都主催の合同総合防災訓練に参加し英語による地震災害情報を放送している。2006年のシーズンを最後にラジオでの MLB ワールドシリーズ NBA ファイナル、カレッジスポーツなどのスポーツ中継が終了。NFL スーパーボールは2007年2月をもって中継終了。すべて米国発の TV 放送に移行2007年1月、AFN 沖縄の中波の送信書が定期メンテナンス中に破損し、2008年2月18日まで放送休止した。 2012年日本国内の AFN と韓国内の AFN が統合され AFN パシフィックとなる。各局の活動はこれまで通り2013年 AFN パシフィックを通じて AFN パシフィック内の各局のラジオローカル放送と衛星配信による音声番組のインターネット配信が始まる。2018年米国政府機関閉鎖の影響により、 日本では1月20日14時より通常放送を中断しエンドレスでピアノ曲の放送を行っていたが AFN 東京は翌21日午後にラジオ放送を再開した日本国内の AFN 各局はディフェンスメディアアクティビティドマの管理下にある2008年9月まではの指揮下にあったが米軍の再編計画の一環として陸海空軍の放送部隊は ドマの管理下に置かれることなった。また、AFN、コリアや AFN ヨーロッパと異なり、日本国内の AFN をまとめる司令部は存在しない。ベリカードの発行はしていない。AFN 各局は、それぞれの基地での出来事や、所属部隊の日常訓練や海外での演習の、取材を行う、報道機関としての独立性を保つためか、基地司令の指揮下には入っていない。 AFN 東京は横田基地が日本の首都東京にあるため中日アメリカ合衆国大使やアメリカ合衆国連邦政府要人アメリカ合衆国議会の政治家が東京を訪れた際には単独インタビューを行うことがある。また太平洋地域のニュースセンターとなっているため AFN の内帯シンガポールフィリピンやハワイアラスカなどのアメリカインド太平洋軍績人リアで 米軍と同盟国や友好国との軍事演習などが行われる場合に従軍記者として取材も行う。米海軍横須賀基地内に横須賀基地や同基地を事実上の母校とする第7艦隊所属艦艇を取材対象とるニュース制作の支局を持つ。基本的に基地内向けケーブル放送と基地の外に向けて中波放送を行うが AFN 沖縄のみ FM 放送もしており、 FM 放送は主に沖縄本島中南部で名誉に聴取可能である。ラジオ放送は各 AFM 局で制作される番組と、アフワーズから通信衛星で配信される番組の2種類である。各局で制作される番組は平日のリスナーからリクエストを受け付ける音楽番組がメインである。50年代から最近のヒット曲、ロックからカントリー、 ソウルなどかかる曲は幅広い。基地を異問に訪れた芸能人やプロスポーツ選手らがゲストとして出演することもある。また、各基地の舞台の動向に関するニュース番組、事後報告が大半であるや、基地司令官や上級総長が基地内でのルールや施設の運営時間などの説明や、福利構成制度の利用の仕方をアドバイスする番組も制作されている。 その他、か為替レート、基地内、ミリタリーバンキングファシリティの円、ドルレートや、気象情報が流れる。気象情報は、日本の気象庁や、気象予報士ではなく、各基地の気象部隊によるものである。そのため、気温は摂氏ではなく、下氏である。基地が有効祭などで、一般開放される際には、会場からの生中継を行い、主催者や、 ブースなどの出展者や来場者へのインタビューを行う。平日夜間や休日は、アフアーズから配信される番組が放送されている。また大統領が行う重要な演説や、年頭に行われる議会での一般教書演説は、中継される。FEN 当時は、のアナウンス後に、ポーンの音で時報を流していた。時報以外では、と曲名をアナウンスをしていた。 解消後は、などのアナウンスが、生じ前に流れることがある。毎日0分から3分間 ABC、AP、FOX、CNN ニュースなどのニュースが放送され、その後 FOX スポーツニュース、IRNUSA ラジオネットワークスポーツ、Yahoo スポーツレポートのスポーツニュースが1分、放送される。いわゆる商用コマーシャルは少なく、配信される。 番組の中にはそのままコマーシャルが流れたり、DJ がスポンサーとなっている企業の話をしたりすることもある。代わりに、アメリカ合衆国を代表する米兵としての心構えや日本生活における注意点、飲酒運転がもたらすリスクのような啓蒙メッセージ、アメリカ合衆国の歴史や名誉勲章受賞者を称えるミニストーリー、各種相談窓口の案内、フリーマーケットや、 映画の上映スケジュールをはじめとする、福利構成イベント情報などのパブリックサースアナウンスメントが放送される。機器メンテナンスや機材交換のために日中に停波することもある。大規模な機材交換の場合、停波が数ヶ月に及ぶ。過去に短波放送を行っていたことがある。現在は短波は SSB、モードは USB、受信には通信型受信機が 必要で送信している。日本で受信できる AFN の主要局はグアムにある。これは上記の中波放送とは番組内容が全く異なる。番組編成などは毎 a f n のページから参照できる。台風接近、通過時に米軍が定めると呼ばれる4段階の警戒体制に移行すると現在レベルの警戒状態です。絵の準備を怠らないようにしましょうと言った。 メッセージが放送されるようになほか、軍人への緊急通達、災害保安対応や、一斉召集が放送される。このような緊急性が高いメッセージを放送する際には、アナウンス前に、頂点1回、頂点2回、頂点2回、頂点2回のブザー音で告げする。台風接近時の最も高い警戒レベルになると、通常の番組を休止し、各基地、 施設の運用状況を伝える番組が,が解除されるまで放送されることがある。稀に日本語でメッセージが放送されることもある。台風や大雪などで通勤に支障が予想される場合や2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件の直後に在日米軍基地に勤務する日本人従業員への連絡のため、 出勤時間や基地業務関連などに関する放送を一部日本語で言った。ベース内には英語が通じない日本人従業員もいるため連絡を徹底させるためであると推測される。2013年12月より先行していた AFN ヨーロッパに続き日本と韓国の AFN 局から放送されるラジオ番組と衛星より配信される音声番組を アメリカ軍中流国に限ったインターネット配信サービス1360インターネットラジオでの配信放送が始まる。これらサービスは Android や iOS の端末でも楽しむことができる。AFN360 インターネットラジオで聴くことができる AFN 局 AFN360 インターネットラジオで聴くことのできる衛星番組は AFN のチャンネル一覧の音声のみを参照されたい。AFN 沖縄、AFN 三沢及び AFN 岩国では、地上アナログテレビ放送も行われていたが、沖縄及び岩国は2011年6月30日、三沢は同年7月1日に終了し、現在はテーブルでの放送と、米軍人や軍属向けに基地内で販売されている。 専用のデコーダーとパラボラアンテナを購入することで視聴できる衛星放送がある。アナログ放送時代では AFN 沖縄のテレビ放送は NTSC で周波数がアメリカバンド 8CH180 から 186MHz で日本バンド 6CH182 から 188MHz に近く沖縄本島では 基地の外でも視聴できる世帯や施設、ホテルなどがあり、琉球新報や沖縄タイムスにも番組表が掲載されていた。AFN ミサワ及び AFN 岩国のテレビ放送は、アメリカバンド 6CH782 から788メガヘリで、日本メーカー製販売の一般的なテレビでは、視聴不可能だが、海外メーカー製のテレビや、全世界対応のテレビでは、 アメリカバンド、韓国とアメリカのテレビ周波数は同じに対応しており、視聴可能な場合もあった。AFN 各局が制作している番組は、アメリカ軍のニュース番組がほとんどである。これらの番組は、各 AFN のウェブページや YouTube のチャンネルから視聴、可能である。AFN の TV 放送は、ほとんどが NBC や CBS や ABC や、 ボックスや PBS 等のアメリカのテレビ局からの番組配信を受けているため、ラジオとは異なり自局制作の番組は少ない。以下の衛星放送を視聴するには、米軍人や軍属向けに販売されている専用のデコーダーを購入する必要がある。ただし、ペンタゴンチャンネルは公式ウェブサイトから視聴できるほか、デコーダーがなくても、対応したアンテナとチューナーを用意すれば視聴可能。 音声のみ。タイムテーブルは myafn.net 内のラジオのページで確認のこと。時間は太平洋標準時であることに注意。なお、音楽番組の紹介ページにはプレイリストも表示される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。